レスレクシオン・マリア・デアスクエは、スペイン・ビスカヤ県、レケイティオ出身の司祭、言語学者、著作家。その他には、音楽家、詩人、戦員、民族学者などの肩書きもあり、小説や演劇技曲も表した。バスク語研究に貢献し、エウスカルツ・アイン・ディアの創設に尽力した。今日のバスク地方で最も優れた学者の一人と、みなされている。フルネームは、 レスレクシオンデヘスマディアデラスニエベス、アスクエアベラストゥリバルンディアウリバリととても長いため、通常は、レスレクシオンマリアデアスクエか、RM ア,アスクエ、または単に、アスクエと呼ばれる。父親は、ビスケイワンに面するビスカヤ県、レケイティオ出身の詩人の、エウセビオマリアデロスドロレスアスクエバルンディア、母親は、ムンダカ出身のマリアカルメンアベラストゥリ、ウリバリである。 1864年、デスレクシオン・マリア・デアスクエは、レケーティオに生まれた。父の詩人としての評判は名高く、母からは、バスク語やバスク民族を教わった。レケーティオで、船員としての教育を受けた後、ビルバオで、中等教育を受けて、大学入学資格を得ると、アラバ県、ビトリアで学んだ後に、サラマンカ県サラマンカのサラマンカ大学で進学と、哲学を収め、 1888年に、司祭の資格を得た。1888年には、ビスカヤ県政府が、バスク語教授職の志願者を募集し、アスクエ、ミゲルデ・ウナムーノ、サビノ・アラナらが受験したが、合格したのは、ウナムーノや、アラナではなく、アスクエだった。ビスカヤ県初のバスク語教授となると、30年間に、わたって、中東教育学校で、バスク語を教え、 その傍らで、バスク地方の言語学や、民族学などを研究し、バスク語雑誌、エウスカルサレとリバイサバルの発刊を手掛けた。アスクエは、バスク愛国者とみなされており、サビノアラナや、ラモンベラソトなどのバスク民族主義者とも付き合いがあったが、カルリスタとはみなされておらず、また、アラナやソトなどとは特に、バスク語の聖書法などの点で頻繁に意見が、対立した。 アスクエは、バスク語とバスク文化に熱中し、政治的活動は回避しようと試みていたが、バスク語作家やバスク文化の支持者は、長年アスクエ派とアラナ派に分かれて対立した。1901年頃には、バスク語、スペイン語、フランス語辞典が、大型完成し、1902年には、ビスカヤ県議会から出版への援助を受けられることとなった。当初は部を印刷する予定だったが、 バスク系人の多い南アメリカでの販売も視野に入れて1500部に増やし、フランストゥールの印刷所で印刷された。バスク語の辞書としては1745年にマヌエル・ララメンディがカスティーリャ語、バスク語、ラテン語3言語辞典を1883年頃にはホセ・フランツィスコ・アイスキベルがバスク語からスペイン語への辞書を刊行しており、 アスクへの辞書はこれらに次ぐ3番目のバスク語辞書である。1904年にはビルバオを離れて5年間ヨーロッパを留学し、フランスのトゥール、ベルギーのブリュッセル、ドイツのケルンなどで音楽研究を極めた。留学中の1905年から1906年には、ようやくバスク語、スペイン語、フランス語辞典が出版されている。この辞典はバスク語の記録や保存を 大きな目的としており、バスク語学習者向けの辞書ではない。語彙や、用例の豊富さ、正確な語尺で評価が高く、1969年にビルバオの出版社が第2版を刊行している。1969年の第2版は、慶151ページ、全2巻の対策である。アスクエは、バスク語の処方ことから語彙を収集しており、分量の面でも、 品質の面でもそれまでのバスク語辞書とは一線を隠しているとされる。1909年にビルバオに戻ると学問活動に一層励み、1911年にはオルツリ、1914年にはウルロを出版し、1918年にはスペイン語、バスク語ポケット辞書を出版した。1918年にはオニャーティにあるエウスコイカスクンツァの会議で、 エウスカルツァインディアの創設に携わり、1919年に創設されるとそのままエウスカルツァインディアの会長に就任した。1920年にバスク語教授職を退任し、エウスカルツァインディアの活動に没頭した。エウスカルツァインディアでは帰還し、バスク語の編集主幹を務め、また死去するまで会長の座にあった。1922年頃にはバスク民衆を 1923年にはバスク語の設備時に関する研究を、1925年にはバスク語の形態論を表している。1927年には、レアルアカデミアエスパニョーラの会員に推挙され、同時代のバスク人学者では、フリオデ・ウルキホと共に会員となった。1935年から1947年には、バスク地方の知識を表したが、1951年、 ビルバオでネルビオン川の氾濫が起こったすぐ後に死去した。アスクエのバスク語、スペイン語、フランス語辞典が在庫切れとなるとコルド・ミチェレナがエウスカルザ・インディアの依頼で海底版辞書の刊行に取り組んだ。ミチェレナの死後にはイボン・サラ・ソラが作業を引き継ぎ2005年にコルド・ミチェレナ著総合バスク語辞典として刊行している。ありがとうございます。